政府によりますと、東京オリンピック・パラリンピックに参加する各国の選手団の事前合宿などを受け入れるホストタウンについて、登録していた528の自治体のうち、およそ40の自治体が中止したということです。各国から自治体に対して、新型コロナの感染状況を考慮して、事前合宿を行わないことにしたと連絡があったためとしています。一部の自治体からは、 練習場所をワクチン接種の会場にしたいという報告もあったということです千葉県は12日アメリカ側から陸上代表の事前合宿を取りやめると伝えられたことを明らかにしています